なんであいつの言いなりになってんだよ。お前、生き方を決めるのは自分だって言ってたじゃねえか。カグラ。でもシズマさんは。それでいい。何を言ってんだよ。あいつは戦争するって言ってんだぞ。そんなのまともな人間のやることじゃねえだろ。この里は今大きな歪みを抱えている。だったらなんで苦しそうな顔してんだよ。お前だって全然納得してねえからだろ。そんな顔して何言っても全然わかんねえってばさ。わかった風な口を聞くな。俺は今のお前なんかに絶対負けねえ。そんなヘナチョコ刀全然怖くねえってばさ。バカ野郎。カグラ、お前があいつに何を吹き込まれたか知らねえけどな。お前はヤグラの孫で人斬りだ。お前は人斬りじゃねえ。じゃなきゃ水かけのおっちゃんがヒラメカレーを預けるわけがねえってばさ。奴はこれまで自分たちの変革のためといって陰で邪魔な連中を次々と暗殺してきたんだよ。水かけのおっちゃんがそんなことするわけねえだろ。だが俺たちはそんなことはしねえ。全てをさらけ出し、隠し事のねえ正しい未来を見せてやるんだよ。ミツキ。やあ、ボルト。お前なんでここに。ちょっとそこの人に用があってね。ねえ、これなんだかわかる？あなた方が波の国と通じていた密約の証拠です。一体何をするつもりだったのかしら。で、君の後ろ盾になってた連中が全部白状したんだって。君が自分たちに邪魔な人たちを暗殺してきたこととかね。なんだって。隠し事のない未来を見せてくれるんじゃなかったんだ。まあ僕にはどっちでもいいんだけどね。どういうことなんですか。その程度で騒ぐな。全部戦争のための仕込みだ。そんな、里の不正を正すために自分たちが立ち上がるんだって。もしかして俺のことも利用するために。ああ、お前は違う。俺はただ櫓の孫の刀ってのがどんなものか受けてみたかったんだ。ああ全部嘘だったんですか、シズマさん。ねえ、なんでそんなに戦争がしたいの？僕には理解できないんだけど。面白いからに決まってるだろう。ちぎりの里ってのはそういうところだ。絶対に変わらねえ。ふざけるな。もう押せ。ことはねえ。これは修学旅行の喧嘩だ。俺が大ごとになんかさせねえってばさ。はっ。ルートン突破。大丈夫かよ、ミツキ。ああ、そうさ、サメ肌で削ったチャクラは俺のもんになるんだ。まだチャクラが足りないか。まったく食いしん坊だな、おい！邪魔だ！さっさとくたばりやがれ！
チャクラはたっぷりいただいたぞ。さあ次はお前の番だ。だがカグラ、せっかくだ。カグラが望んだわけじゃねえ。望もうがそうじゃなかろうが、こいつはヤグラの呪縛から逃れられねえ運命だ。お前も同じくな。おかげの息子。そうすりゃ隠れて様子見している奴らも出てくる。どうだ、最高だろう。カグラはそのための道具だったんだ。あいつは俺んだよ。何度やったって同じだ。お前は何にもできねえ。でもな、俺は大技でドーンと勝ちたいんだよ。そうか、忍びパウト。勝ってやるよ。ゲームみてえに簡単にお前に勝つ。だがサメ肌があればチャクラを感知、確実に捕らえる。グルトンレクレーション。またそれか。あだだ、やったぜ。分身のフートンで本体を打ち出し、本体も封筒でさらに加速して攻撃を叩き込む。相変わらず面白いこと考えるね。サンキューな、ミツキ。役に立ててよかったよ。ぶっ殺してやる。カグラ、もうシズマさんには感謝しています。ああ、でもボルトを見てください。俺を何度も友と呼んでくれた、あなたをここまで追い詰めた、あなただって。黙れ。てめえ上から物言ってんじゃねえよ。勝ったつもりか。サメ肌何してる。おい、なあ、サメ肌は俺を食ってんのか。なんだ。暴走だよ、長十郎様。すまない、みんなを避難させていて遅くなった。まずいな。九郎様、ここは俺に任せてください。過去はもう変えられないけど。はい。もう一度。こんなにチャクラを消費するなんて。行くぞ。あっ、ありがとう、ボルト。俺はただの喧嘩をしに来ただけだってばさ。急いで、テンコに遅れるよ。なんだよ、その格好。仕方ないでしょ、動けないんだから。俺、怖いっす。あんたは黙ってて。はい。あんた、時間ないって言ったんでしょ。仕方ねえな、乗れ。俺ら戻るわ、ボルト。いいから喋る暇あったら走る。はい、サラダさん。体痛いからゆっくり頼むぜ。ね、走る。はい、サラダさん。あんたは黙